こんにちは、飼育員さやともです。ということで今日はですね、本来霊がいるはずなのにいない町についてちょっとお話ししたいなと思います。これね、個人的にすごくニッチな分野なんですけど、気になってたことなんですよ。東京全体って居道が非常に多いはずなんですけれども、ある地域はですね、人死にだったりとか霊が出る現象っていうのが結構過去にいくつもあったにもかかわらず、なぜか霊がそんなにいないっていう場所があるんですよ。まあこれいくつかあるんですけれども、今日は具体的にその中の一つの駅を、指名してお話しできればなというふうに思いますので、これね、習得していくともしかしたら霊がいる物件でもいない状態にできるかもしれません。事故物件とかに安く安全に住みたいって人は参考になるかもしれないので、ぜひぜひ最後まで視聴していってください。それでいってみましょう。レッツゴー。本来霊がたくさんいるはずなのにという町、今日例を挙げさせていただくと銀座ですね。銀座というのは超高級ハイブランド店が立ち並んでいたり、三越だったりとか伊勢丹だったりとか、まあ、ある一定以上の富裕層をターゲットとしている町でございますよね。まあ皆さん知らない人はいないと思いますけれども、まあ日本で一番地価が高いのかな。土地面積っていうのもすごい値段高いですし、まあ銀座に住むなんていうのはちょっとちゃんちゃらおかしいぐらい結構、ほんと高い水準の場所になっていますよね。まあそんなところにユニクロとか GU とか、まあ格安店舗っていうのもいくつか立ち並んでいる理由っていうのはなんでなのかっていうと、ここにあることによってある種のまあシンボルになるからですよね。海外のお客さんとかインバウンドで今から来るので、まあいろんなところに会社が立ち並んでいることによって、あ、この企業は日本を代表する企業なんだなって銀座にあることによって示すことができる。まあだからこそ店舗がいくつかあるんだろうなっていう、まあ誰もが憧れる街だっていうふうなことは言えると思います。ただですね、この銀座という街は今言った通り非常にしのぎの激しい街であるし、行き交うお金の金額っていうのもかなり高額な街であることは確かなんですよ。で、インターネットができた今の時代っていうのはある程度治安の安全性とかも確保されているとは思うんですけれども、一昔前はですね、まあここを仕切っていたのはいわゆる裏稼業の人たちだったわけですよね。まあ未だにスナックだったりバーだったりっていうちょっと、怖いなっていう場所もずらーっと並んでいたりとか、とてもじゃないけど一元さんじゃ入れないようなビルだったりとかもたくさん立ち並んでいるし、まあ過去に僕もあるショッピング街のビルの中のベビーセンターの前にある、まあ、ビルっていうのは、あ、ここは過去に絶対反射的なところが借りてたビルだろうなっていうのがそのまま空き家で残ってたりするもんなんですよ。なのでまあ本当に箇所箇所で言うと霊がいる場所もあるんですけれども、じゃあ街全体で行くとどうなのかっていうと、そんなにいないんですよ。街全体バーって見ると本来もっとうじゃうじゃ怨念とか悪霊みたいのが渦巻いていてもおかしくないのに、実はそんなにいない。むしろ、他の東京都内の街と比べるとかなり気的には綺麗な気の流れっていうのが多いなっていうふうに思ったんですね。で、これは僕長年不思議だったんですよ。なんでなんだろうなみたいなふうに思っていた、疑問に思っていたところだったんですけれども、最近ですね、僕も、33歳になりまして、やっとこさですね、そういう銀座のちょっと敷居の高いビルの中にある、まあ、お店だったりとかに同行させてもらう機会っていうのが出てきたんですよね。もう緊張ですよ。うわ、こんなとこ俺なんか入っていいのかと思いながら、バクバクしながらグッと入っていったりとかして、まあ、何店舗か行かせてもらった時に、山手線の反対側にある、渋谷新宿池袋のちょっと、イルなバイブスのバーとかと比べると逆のものに気がついたんですよ。これ何かっていうと、異常なぐらい風水的なものだったりとか、霊的なものだったりとか、まあ、いわゆるその気の流れ、目に見えないものっていうのを重んじている文化っていうのが銀座のが全然強いんですよ。いやいや、お前そんなん言うてそんなことないビルもあるぜって今思っている視聴者の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、あくまで僕のまあ何店舗か回った個人的な判断では、やっぱり山手線の反対側のところよりも圧倒的に気にされてるなって思ったんですね。で、ある一つの、まあ、バー、スナックかななんて、
もうなんかすごいですよ。もう龍神様だ、仏さんだみたいなのが、ドド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 って大量に置いてあって、にもかかわらず上品に嫌味な感じ、全くせず整っているっていう、本当になんか、未だに思い返して不思議なバランスのバーだなぁなんていうふうに思ったりとか、で、ママさんが実際、タロット占いとか、その四柱推命とかできたりとかして、あ、お好きなんだなぁと思って聞いていたら、いや、銀座に構えるんだったら、こんぐらいのこと常識的にしとかないとねって言われたりとかして、あ、やっぱそういうのって学ぶべきもんなんだな。確かに先ほど言った通りものすごい地価高いわけですよ。なのでそこで構えるっていう風になったら、ある程度の覚悟が必要だし、収入も必要だし、太客も必要ですよね。そうなった時に何を重んじるかってなった時に、若干そのスピリチュアル的なものっていうのを重んじてはいるんだなって、まあその店に限った若干じゃなかったかもしれないですけど、やっぱ感じるところがあったんですよ。なので、そういう神的なものを信じているっていう文化が根付いているからこそ、町全体にそんなに幽霊がいないのかもって感じたのが1点で、もう1点あるのが、気が流れるように道ができてる。これは僕絶対あると思ってるんですよ。これ例えばなんですけれども、他の繁華街がある町っていうのは道が入り組んでるんですよ。例えばなんですけれども、ちょっと地方から上京してきて、あ、東京出てきたんじゃ、じゃあ新宿で遊ぼう、池袋で遊ぼう、渋谷で遊ぼうって、その東京の地元民とどこどこで待ち合わせねなんて言われて駅に降り立つじゃないですか。どこに何があって今自分がどっち向いてるのか分かんなくなります。もう間違いなく迷子になります。あの辺の街でどっかのビル集合ねとかってやったら、 Google マップが存在している今の世の中でも迷子になります。それぐらい入り組んでるんですよ。スクランブル交差点とか、そのアルタマエとか堂々たる場所がいくつかあるから、そういうところで待ち合わせしたら分かんないけど、どっかのビルで待ち合わせねみたいな結構固定のところにすると、間違いなく迷子になるぐらい道が入り組んでるんですよ。これによって淀むんですよね。要は気の流れっていうのは空気の流れみたいなもんなんですよ。なんか前に信じられない話とかでも喋ったけど、ちゃんと設計士の人っていうのが空気の流れ循環っていうのを良くする家の設計にしていくと、最終的に風水的な良い流れと合致するんですって。これと一緒で、ちゃんと全てがダーッと流れていってくれるように設計されていると、そこに変なものが淀んで溜まっていかないんですよ。で、じゃあ銀座ってどうなってるんじゃいって、これもう分かる人は今すぐ分かったと思うんですけれども、マジで縦横線定規で引いたみたいに一本ずつつながってるんですよ。迷路になってないんですよ。全部が本当京都の街みたいになってるんですよね。綺麗になってるんですよ。これによって、例えばじゃあこのビルとビルの間でドンパチありましたみたいなものになってことがあったりとかしても、それがちゃんと横にずーっと流れて他の入り組んだ街に逃げてくれるんですよ。だから悪くないんだっていうのが、ここで僕合致して、家と同じ原理だなって。要は家か街かって規模感が違うだけじゃないですか。なので、これ皆さん、例えばですけれども、自己物件に住むってなったりとか、うちなんか気の流れ悪いかもってなった時に、この銀座的な本来霊が溜まったりする良くない街のはずなのに、なぜか良いとされている場所の特徴っていうのを真似していくと回復するかもしれません。現状悩んでいる人でもいいし、これから住むかもっていう風な人も参考にできるんじゃないかなっていう風に思ったんで、まあ、銀座なんてさ、そんなにお金のない我々からしたら関係ない街だと思ってるんだけど、栄えてるのには理由があるわけですよ。なので、その辺っていうのはガンガンパクってっちゃっていいと思うので、皆さんでそれをトレースして、より良い家の環境とか作ってみてはいかがでしょうかという話でございました。いかがでしたでしょうか。まあこれ本当にね、僕不思議だったんですよ、ずっと。で、銀座っていうのはある種ブラックボックス化された入れない場所っていうのがいくつもあったので、長年謎のままだったんですけれども、それがちょっと解明されたようなところがあって結構嬉しかったんですよね。で、これをどう皆さんに伝えようかなと思った時に、あ、そうか、皆さんの地続きになんか生活に影響がするようにすれば、あ、そんなに問題ないんだなっていうふうに思ってこんな話をさせてもらったんですけれども、ちょっとは、なんか皆さんの役に立つ動画になってますかね。まあやっぱりなんだろうな、昔の人たちが重んじてきたことっていうのはバカにできないどころか、むしろ一番合理性に富んでいたっていうところ大きいんじゃないかなと思うんですよね。なんか余談になりすぎるんで、
ちょっとギュッと端折って喋りますけれども、例えばお歳暮とかお中元の文化って、あれ現金の受け渡しじゃなくって、いるいらない別としてブツブツ交換をすることによって感情の受け渡しをする文化だったと思うんですよ。そういうものを排除しすぎちゃったことによって、今って割と幸福度低いというか不幸に感じやすい世の中になっちゃってんじゃねえかなーなんていうふうに僕は思ったりしました。なので先人の知恵っていうのはどんどん真似していった方がいいですね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんもですね、こういうハリーポッターになれるようなメガネをかけながら素敵な生き量ライフをお過ごしください。またお会いしましょう。バイバイ。